西欧ラブ勲章は、ノルウェーの勲章。ノルウェー・スウェーデン国王オースカル一世によって、1847年8月21日、ノルウェー独自の勲章として創始された。名称は、西王とされるノルウェー王ーラブ二世から取られた。1905年にスウェーデンとの同勲連合が解消される直前の1904年、スウェーデン王オースカル二世によって、 ノルウェーライオン勲章が創始されたが、ノルウェー王奉魂7世はこれを継承しなかった。そのため、聖王ラブ勲章が、ノルウェー唯一の騎士団勲章となった。騎士団の主権者は、ノルウェー国王である。国家と人類のための顕著な功績のあった個人に、贈られる。1985年以降は、外国の国家元首や王室に儀礼として贈られる、もののほかは、 ノルウェー国民に限って授与されている。国王が、騎士団長官、次官、宮内庁長官ほか3名の合計6名で構成される委員会の答申に基づいて授与する。宮内庁長官が委員を指名し、国王がこれを承認する。授与候補者は、県知事から委員会に上申される。勲章は5つの等級に分かれており、文民、軍人の功績のいずれにも授与される。 気象は、行位の等級を受賞した場合、または死亡の時に変換することとなっている。創始以来、約19,500件の授与がされている。軽食。王十字章の聖章。軽食は、金星で、5つの王の王冠付きモノグラム、5つの王冠付きノルウェー国章、十の十字が飾られている。正明は、白色エナメル加工の丸タ十字で、金星である。 十字の腕の間には、王の王冠付きモノグラムがあしらわれている。表面中央のディスク部分は、赤字に、斧を抱いた金のライオンが描かれている。ディスク裏面には、オラーブセ王のモットーである、マサヨシと、真実、レッド・オージー・サンド・ヘッドの文字がノルウェー語で記されている。両面とも、白、青、白の輪で囲まれている。十字の上には、王冠が乗せられている。 軍人の場合、王冠の下に青色いなめる格好の交差した剣が配される。王十字章の聖章は、八芒星の上に、正明の表面と同じものが載っている。正明は、リボンに結ばれている。リボンは赤字で、円に白、青、白のストライプが入っている。極めて例外的だが、ダイヤモンド入り気象が授与されることがある。この場合、正明の中央ディスクの白、 青、白のリングの代わりに、ダイヤモンドが、リング状に埋め込まれる。聖オラーブ勲章は、文民に対して、ノルウェーで授与される勲章の中では最高位である。軍人に対しては、戦争十字章に次ぐ。ノルウェー王室で用いられる序列によれば、胸飾り付き第十字章受章者は15位、第十字章受章者は16位となっている。ありがとうございます。